っぱり松岡くんが本当に不思議な方で頑張り屋さんで、ただね、私松岡くんのことすごい好きなの、大好きなんだけど、それが多分彼には伝わってないんじゃないかと思うの。多分ね、どっちかっていうと彼は私のこと嫌いじゃないかって思うぐらい、現場で私基本的にそんな喋らないんです。ひかささんとかそのかえのちゃんとか親しい人がいるときには喋るけど、基本その人にしか喋らないから、まあ、松岡くんにも話しかけたりするのね、すごい興味があるから、何考えてんだろうこの人と思ってなんだけど、その基本ひよっちみたいに常にオープンみたいな人じゃないから、こう多分松岡くん的にも人となりが多分分かってないと思うの。なんだったらクラミーの印象とかあってツンとしてる感じだと思うの。なんだけど現場とかイベントとかになったらガーガー松岡ガーっていじるからなんなんだあの人はってなってたら心配だなって思いながらも、でもフォローはできずで、楽屋で終わってからかな、みんなで集合写真とか撮ったので、今は便利な LINE っていうねコミュニケーションツールがあるので、LINE でこう画像とかもすぐ送れるから、じゃあみんなで LINE 交換しようってなって、みんなこう女子はお互いの LINE してたんだけど、松岡くんのだけやっぱ誰も知らないから松岡くんこれを機会に LINE 交換しようって言ってしたんですけど、でじゃあ松岡くんに私が撮った写真送るねってやってたら、電波がなくってその控室が、で、3枚くらい集合写真撮ったのをまとめて送ってたら、なかなか画像が送れなかったのね。うーんと思いながら、じゃあもう一回ちょっと一時中止してもう一回送り直そうと思ったら、間違えてスタンプってさ、こう表情とかこう分かりやすく LINE で送れるようになってるんですけど、それでなんでこれ押しちゃったかなっていう、なんかもうっていうめっちゃドヨーンってしたスタンプを間違えて押しちゃって、松岡くんにこう一番最初に送った挨拶的な LINE がドヨーンって嫌がらせみたいなのまた送っちゃって、松岡くん ごめんねみたいな、あ大丈夫ですみたいな、ちょっとこう距離感がなかなか縮められず寂しい思いをしていますそうね、その前に写真見てもらえますかね、集合写真です、松岡くんにも送ったし、みんなで揃った集合写真をご覧ください。じゃらー、華やかですね、鈴木さんが、お歌を歌われてる鈴木さんがへそちらのお洋服を着てらっしゃいまして、かわいい、もう長浜さんがよーく見る老眼近眼メガネメガネをメガネをしっかり合わせてかわいい感じで、本当にこう華やかな、女子と面白い松岡くんに囲まれて、とても素敵な時間を過ごさせていただきまして、